はい、どうも、たくみです。プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回なんですけども、ちょっと動画遅れてるんですけども、3日か4日かぐらい前かな、木曜日だったと思うんですけども、プロスピ15周年記念の無料充電、こちらの方が来ていまして、それと同時に、限界突破コーチ付き充電スカウトが来ていまして、それ動画ちょっと撮れなかったんですよね。まあ、撮れる環境じゃなかったので、まあ、先にもう iPhone のこの録画で撮っておきました。これは iPhone の録画機能で撮った動画です。多分音は入ってるはずだとは思うんですけども、まあこれを見ていこうかなという感じの動画でございます。ではガチャの方いきたいと思います。はい、ということで、まず S ランク限界突破コーチ付き10連スカートの方引いていきたいと思います。で、自チームは2チャームで引きました。これは、なんか狙ってたとかではなくて、普通に自チーム A ランク以上確定っていうのを忘れてて、押した瞬間、あ、自チーム変えるの忘れたっていう感じで、一応2チャームになっております。まあ、なので別に特に欲しい選手はいないかな、現状2チャームで。で、まあ S ランクの演出はなしという感じなんですが、はい、ラスト、はい、結局 S ランクなしで、金子選手が出ましたと。まあ、金子選手の方に関しては一応去年のオリックスのやつが S ランクとっつ1で持ってて、 A ランクも2枚持ってて、でもこれでとっつ3までいけるのかな。まあ TS のね、あの金子選手出る説みたいなのも、まあ、何度かねあったんですけども、結局出なかったですけども、今回ね第6弾まであったら分かんないですけどね、まだ、まあ、一応第5弾までで出なかったという感じなんですけども、来年用に取っておこうかなと思ってます。はい、で無料充電、まあ、これは S ランク1人確定なので、まあここで誰が出るかっていうと、ここで感激できたらめちゃめちゃ嬉しいよね、本当に。こういうね無料でもらえるやつ、イベントとかのねこう無料配布系でね、やっぱゲットできるのは一番嬉しいね。さあここまで A ランクは、あ、 A ランクは1人、あ、でこれで吉見選手出たんで、まあ称号つけれるやっていう感じで思ってたかな。で、ラストかな、はい、という感じなんですよ。まさかのロペス選手出てくるっていうね。まあ結構ベイスターズ欲しいところが多いみたいな感じで言ってて、その欲しいとこだけを最近ねガチャだったりこう契約書とかあったかな、まあつまんでこう欲しいとこだけをゲットできてるっていう感じなんですよね。宮崎選手だったり、まあ今永選手もまあちょっと能力は落ちてますけど、だったり、あとは誰だっけ、忘れたけど、ベイスターズは結構引けてるんですよね。本当に誰か忘れたな。まあでもとりあえずなんかベイスターズの欲しいところはちょくちょく埋まってきてるんで、まあここから先まああんま引くことはないかもね、ガチャでは。まあ、たまたま出るとかはあるかもしれないけど、ベイスターズでわざわざガチャ引かないかもしれないね。誰だっけ、あ、外選手かだったりもゲットできてますんでね。まあ山崎選手、東選手、あとはパットン選手あたりとかもまあ欲しいんですけど、まあ言って球団そのベイスターズで欲しい選手が6人7人とかに比べたら、まあ筒香選手もいるか4人か、まあそのぐらいいる時に比べたら減ったんで、だったら他球団でもまあ一緒ぐらい欲しい選手いるっていうところを引こうかなって思ってます。まあ毎回毎回ここで引いててもね、まあ面白くないしね。で、ロッペス選手一応1人いますので、A ランクを称号をつけれますよっていう感じです。はい、という感じでね、まあこんな感じでさらっと終わっていこうかなと思うんですけども、いやーまさかの神引き、まあ、これは結構神引きと言ってもいいんじゃないかなとは思いますね。で山川選手この前出たばっかなんで、まあ、今使ってるんですけども、守備 B で、まあ、パワーヒなんですけどね、ロペス選手の方に関しては、まあ、ただミートは多分ロペス選手の方が高くて、どっちも狙えたのかな確か、なんで結構迷いどころなんですよね。守備を取るならロペス選手、まあホームランの打ちやすさというか、まあホームラン打ってくれるんじゃないかなっていう、まあアーティストがねこうリーグにどう影響してくるか分かんないけど、まあそれを狙うんだったら山川選手って感じで、まあ山川選手 DH に回してもいいんだけどね、糸井選手だから現状は DH がね、
まあ、ラインドライブだし糸井選手の方に関してはホームランは絶対山川選手の方が出るので、まあ、ちょっとロペス選手をファーストにして山川選手を DH っていう形にしようかなとは現状は思っております、まあ、とりあえず今育成してっていう感じですかね。いやまさかの神引き神運営様でしたね。本当に良かった。最近結構狙ってねベイスターズ引くこと多かったから、まあ、なんかそこで引けてないのになんかそっち以外ガチャ以外でなんか結構出てるような気がするな、まあ、そんなことないのかな、まあ、今回たまたまだったのかな、まあ、でも良かったかなと思います。はい、という感じで、今回こんな感じで終わっていこうかなと思います。皆さんの結果とかも良かったらコメント欄でお待ちしております。チャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ということで以上たくみでした。じゃあね。